入場口旧札幌停車場村内側より、市街地群の建物市街地群の建物2006年8月市街地群の建物2019年7月予村群の建物2006年8月農村群の建物2006年8月下夕張森林鉄道で活躍した野村プリムス姿 DL 園内を走る馬車鉄道2006年8月村内の様子、馬車鉄道北海道開拓の村は、 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌にある野外博物館。2007年8月に博物館総統施設に指定された。一般財団法人北海道歴史文化財団が指定管理者として管理運営を行っている。1983年4月16日に改装した北海道開拓時代の博物館総統施設であり、 54ヘクタールの敷地に52棟の歴史的建造物が移築、または再現されている。また、下記は馬車鉄道、冬季の土日祝日は馬ぞりを運行している。開拓時代当時の年中行事の再現や、当時の遊戯文化や伝統技術の伝承活動も行っている。なお、村内の解説ガイドや草履などの藁、細工製作園児には、 ボランティアが活動している。財政難や職人の確保の問題から補修が進まない状況が2003年時点で既に問題視されており、2013年には補修が必要な老朽化が深刻なものだけで24棟、あるとされている。旧浦川市庁庁舎の前と旧宗家市を別駅停車の前を結んで、路面上に線路が付設されており、下記には 馬車鉄道の運行が行われている。当期間は、積雪のために代わりに馬そりが運行される。線路の総延長は516.58メートルあり、途中一部伏線となっている。旧宗家市尾別駅停車の側に、レンガ建ての車庫が設けられている。期間は、かつての札幌の馬車鉄道と同じ762ミリメートルで、機場は15キログラムマイメートルのものを使用している。 客車は1982年に日本車両製造で製造されたものが2両用意されており、札幌馬車鉄道で使用されていたものを見本として製作されている。次長は3トン、定員座席12名、立席6名、ブレーキは手ブレーキとなっている。2017年12月から村の入り口にあたる旧札幌停車場を出るとすぐに馬車鉄道に乗れるように、 約80メートルの延伸工事を実施。枕木、レールの交換と合わせ、走行費は約4800万円をかけ、2018年3月に完成。乗車料金は子供は100円、大人は250円となっている。ありがとうございます。